林城は長野県松本市にあった信濃国守護小笠原市の館。小笠原市城を都として、伊川間と共に国の史跡に指定されている。信濃国守護であった小笠原市は当初は伊川間を拠点にしていたが、長六三年、府中小笠原家の小笠原清宗が築城したとされる。後に清宗の創尊小笠原長宗が、 同族の松尾小笠原氏を屈服させ、小笠原氏を統一した後に拠点を移した。天文19年に、長宗の子、小笠原長時が武田信玄に攻められ一世のうちに落城した。一、大城。二、小木林大城と林小木からなる。麓の大須崎集落には建町が形成されていた。現在は車、土類、石垣などの遺構が残っている。 林大城の周囲には東城山遊歩道が整備されている。1970年10月22日に長野県指定史跡に指定されていたが、2017年2月9日付で伊川城と共に国の史跡に指定された。林小木の土塁を大須崎集落を挟んで南西側にある。かつては小木は古城と考えられ、林大城よりも古くに築城されたと考えられて、 いたが、縄張りなどが複雑なことから大城より後に築城されたと考えられている。小木も、ドルや石垣が残っている。林田以上と同じく県の史跡に指定されていたが、2018年11月16日の文化審議会の答申により、小木も国の史跡に追加指定される見込みとなった。ありがとうございます。